一番TOEICの中で正解になりやすいっていうのだけを選んでったんだよ。 B5 連勝。これ勝ちこそだよ。半分以上当たるんじゃないこれ。やっぱTOEICになれることって重要だね。始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、前回の続き、果たしてTOEIC満点講師は実際本文見たり聞いたりしないで何問正解できるのか。まずはパート5ですね。どれぐらい時間あるかわかんないですけど、パート5の一切問題文を見ずに選択肢だけでどれだけ正解できるのかやってみますね。パート5、6、時間があったら、ね、これコラボ相手が来ちゃうかもしれないから。はい、いきます。はい、最初は実践。1問目は過去形と踏んだ。簡単なのが多いから。2問目。はいはい。格。格は所有格が一番出やすい。3つ目。うわー。形容詞が並んでる。一番出やすいのはコンビニエント。便利な。次、104番。うわー、合計リザベーションズが一番出やすい。自分の記憶が正しければ。次、105番。これはアプロクシメイトリーが圧倒的によく出題される。全知識がわからんな。当たり前だけど。倍かな。動詞が並んでる。サイン。うわー、数量詞。なん。あと踏んだ。エクスペクティッドが一番。expected とか expectedly がよく出るよね。リスニングの時よりも想像がしやすいな。respected かな。形容詞的に来てると踏んだ。notify が出やすい。notify 人を呼ぶこととか notify 人だったとかが出題されやすい。そろそろ副詞が来るでしょ。amazingly かな。もうさっき approximately 選んでたか。うわー、関係詞の問題かな。関係代名詞が出やすい。アンダーゴーの形が並んでるということは進行形はまあないでしょう。現在完了。アンダーゴーはやっぱりオッケージョナリーかオッケージョナルだと思うんだよね。66はディスパイとかアンライクしか出ないでしょ。パート5だから A と B は文頭に来ることはほぼ出ないからディスパイとかな。また選ぶやつだ。また合計2不定詞。なんとなく前置詞 VS 接続詞ね。ビフォアが万能だからビフォア。接続詞にも前置詞にも両方なるから可能性当たる可能性が高い。文頭が来てるから空欄にね。空きじゃない？埋まり具合だと思う。うわー、副詞か。わからんな。ロングかな。なんとなくバック。ディスティングシと人は出ることがあるから。ビサイド、ワンス。ワンスはよく出るし。ね、TWICE のファンクラブ会員 ONCE クリエイティブじゃないここは。後ろに TO が来てリスポンドかな。後半だからもう与えるとか難しい。グラントとか出てんじゃない。次さあ、れさっきサートの選択肢にいたよね。ポテンシャルカスタマーとかじゃない。プランかな。トータルも出たことあるよね。いいか。いいじゃだ、フーズウィッチ。代名詞ね。後ろに単数形がいて、いい字が正解。ほほう。プローブなんか出てるな。一番正解になりやすいのはレイズ。considerably が圧倒的に正解になりやすい。ただ、repeatedly も出てくることなんだよね。A が少ないからチャージにする。すごい理由。さあ、できました。さあ、果たしてどれだけ正解できたのかチェックしていきたいと思います。パート5 B A C 当たってる。すげえ。最初から4連勝ですよ。B5 連勝。D 違うか。次当たってる。109。すげえ、半分以上当たった。すごくね、マジで。え、これ勝ちこそだよ。半分以上当たるんじゃないこれ。すごい推理力じゃない？やば。嘘でしょ。パート5めっちゃ当たってる。すげえ。30問中21問正解。鈴木貫太郎よりできるぞ。鈴木貫太郎が答えたものよりも選択肢だけ見た自分の方が合ってる。7割正解してますね。すごいね。 70% 正解したよ。バケモンだな、トイックマニアって続いてパート6いきますね。選択、あー、リザーブの形か。三人称単数の S 大きく問題出た。接続詞、ギブンザットはね最近よく出るから。文はもうわかんねえよ。何の話だかわかんないから。なんかアプリケーションの話がよく出るから、これ。ディルは多分名詞だと思う。これ動詞が入ると見せかける。名詞か。はい、やってきたから動詞来るのかと思ったら。プロダクトローンチとかじゃない？フランチャイズをね、きっとオープンしたんだよ。所有格と見せかけて、次に出やすいのは再起代名詞だから、再起代名詞。ただパート6だとね、主格のとこも空いたりするんだよね、結構ね。 Be supposed to だと踏んでる。だから supposed。 39、 generous donation とかじゃない。ミーティングは30分っす。こうなんだけどって言うと、はぁ、みゆで、わからんわ、こんなのさ。彼らに連絡してください。reasonably priced。あー、なんかのルールだろうね、これね。スタッフがチェックします。ここに荷物置いてっていいよ。上司になんか質問あったら連絡してください。かな。終わりました、パート5と6。パート6の方はね、ストーリーわかんないからむずいよね。あー、足んないか。あー、当たらん、当たらん。当たらんか。はい、パート6、16問中5問ですね。これは3分の1も取れんかったか。パート5がすごいよね。これ46問中26問でしょ。いや、かなりすごくないですか。これは革命的な企画かもしれない。めちゃめちゃ時間がかかるけど、私どんな問題だったんだろうな。そもそもパート5見ていきます。相当当たってるね、過去の問題とか。一番TOEICの中で正解になりやすいっていうのだけを選んでったんだよそしたら結構当たるね。こういう風になるだろうって思ったやつがバカバカ当たってる。すげえ、本当に当たるじゃん。一番TOEICで正解になりやすいものを選んでっただけで7割取れるんだ。やっぱTOEICになれることって重要だね。それが一番出るのがパート5なんだね。いや、これはすごい面白い革命的な結果が出たんじゃないでしょうかね。最後はパート7を解いていかなきゃいけないけれども、コラボ動画の撮影が今からあるからできないと思う。はい、こんな形でさあ、次回ですね、いよいよパート7やって、全て合計で一体どれだけ取れたのかっていうのが分かると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。パート7もご期待ください。はい、Thank you for watching.